平成28年12月11日、阿蘇市一宮町で自主防災組織モデル地区による地震避難訓練が行われました。午前9時に地震発生を知らせ、避難を呼びかける緊急避難放送が流されました。訓練です。地震が発生しました。この呼びかけを聞いた古城6区の全世帯66戸の住民は、およそ4キロ離れた一時避難所に指定されている一宮中学校体育館に自家用車などに乗って避難。避難所に着くと、林保班長らは区長らに避難した人数などを報告していました。中学校の体育館には古城6区の住民およそ100人が避難。この中にはちょうど手野の民宿に宿泊していたニュージーランドの大学生13人も訓練に参加して避難していました。避難所では山部区長らが、地震はいつ起きるか分かりません。近隣に声を掛け合って避難してくださいと呼びかけました。この地震避難訓練は、一宮中学校が文部科学省から防災教育の実践的安全教育モデル校に指定されたことから、一宮中学校区の自主防災組織地区に協力を依頼して行ったものです。この自主防災組織による地震避難訓練は、古城6区のほか、坂梨の下間地区、中通りの片隅区でもあり、全体でおよそ200人が参加しました。